おはようございます。今日は郡山のレッスンに行きます。郡山に行く日は満員電車に乗るんですけど、ラッシュで毎日通ってる人って本当に大変だなっていつも思います。今日も皆さん気をつけて頑張ってください。良い一日でありますように。それではまた。